はいどうも、レンでーす。はい、ゲンでーす。はい、レン君、見てください、これ。お、なんですか、このバイクは。CT125。ハンター株です、通称。じゃあ、とうとうね、手に入れてしまいました。手に入れましたか。はい、納車です。納車したんですか。はい、いいでしょう。いいっすね。まあ、嘘っすけどね。あ、レンタルバイクしてきました、今日。ああ、そうなんですか。はい、今 CT125 ってめちゃくちゃ売れてるらしいんですよね。はいはいはい、言うてますね。はい、売れすぎて、今納車約するじゃないですか。はい。平均で半年から1年もしたらしいです。そんなに？やばない。やばい。こんな車種がまさかレンタルバイクであるなんて、我が物にしちゃいたいぐらいで、ほんま。いいですね。いや、しかも見てこのカラー。赤でね。かっこよくない？いいじゃないですか。さらにこのマフラー。ほら。またこれも渋いでしょ？渋いですね。はい。ハンターカブといえば、この車種でオフロードとかも走れるんですよ。はい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 。で、見てください、この。大量に積める。荷台がね。はい。大きいですもんね。はい、これでキャンプツーリングとかね、行ける日が来ればいいんですけど。いいですね。はい、まあじゃあね、そんな感じで今回早速ハンターカブの紹介させていただきます。まずね、足つきの方見ていきたいんですけど、だいたい C とこが 800mm らしいです。800mm ね。はい、125cc にしてはまあいかついんじゃないですかね。結構高い方かな。はい、僕の GSR って 795mm なんですよ。はいはいはい。でもちょっと 5mm 高いってことなんですけど、シートが思いのほかね、細いおかげでここまで足つき悪いって感じはしないですよね。両足つま先はつくぐらいの感じですか。はい、僕はね、だいたい 168cm ぐらいなんですけど、はい、両方の母子球ぐらいまで当たってるかなって感じですね。それ結構悪くないかなっていうところの足つきではあります。じゃあシートの幅が狭いからその分足つきはいいと。そうですね。ただちょっと女性の方とかはワンチャンちょっとしんどいかもしれないんで、ロールダウンするなりなんなりっていう対策は取った方がいいかもしれないですね。はい。まあ、ただね、有名な元ブロガーのドクアッキーさんって人がいらっしゃいますから、当てはありましたね。はい。なんで全然ね、多分乗れるもんだとは思います。はい。あとはね、まあ特筆すべきがこのね、メーター見てくださいよ。かっこよくないですか。近未来的やな。はい。こんな感じのね、新世代メーターがついてますね。はい、はい、さらに見てください、ここ ABS までついてるんですよ。 ABS 好きですか。はい。今の 125ABS までついてますから。さらにですよ、レン君。はい。見てほしいんですよ。ヘルメットロックがついてるらしいんですけど、はい、はい、ヘルメットロックをつけるには、なんと、ここを開けて、シート開けて、ここからロックレンチを出し、はい、ロックレンチから、この中に紐が入ってるらしいんですよね。で、紐を取り出し、このワイヤーをここの部分に引っ掛けて、そっからするっていう、中国雑技団かっていう技をするらしいです。非常に。はい。なんで、ヘルメットロックは別でつけた方が多分いいでしょうね。はいはい。でもレン君、はい、やっぱカブといえば有名なリターン式なんですよね。はいはいはい。リターン式ってどういうことかっていうと、こっちに押し込むと一足に入るんですよ。押し込むと一足に入るんです。はい。逆なんですよね、だから。なるほど。で、押し込むごとに上がっていくと。そう。最高4足で、止まってる時に限りですけど、4足からこのままニュートラルにまた突っ込むんです。なるほどね。だからもう本当に横着な走りができる。なるほどなるほど。で、こっちに押すとニュートラルの方、だから落ちていきます。はいはいはい。こんな感じでね、ハンターカブ、ひとしきり軽く紹介させていただいたんですけれども、この後は走ってインプレッションしていきたいと思います。はい。それでは、行ってみよう。皆さん、僕が映ってる画角ってめちゃくちゃ珍しいと思うんですけど、ぜひね、最後まで飽きずにね、見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ハンターカブ初めて乗ってみたけど、めっちゃいいやん、これ。まず1点目に何よりも姿勢が楽。まだね、この車重が120キロしかないんですよね。僕のバイク GSR250 って183キロあるんですよ。この60キロの差、すごいスイスイ曲がれそうですよ、これ。完全に気になる点っていうのが1点挙げられまして、水冷感気筒ってこともあって、やっぱりちょっと振動は正直きますね。ブルルっと震えてる感じはして、ちょっと足先が若干ね、僕はちょっとね、しびれてきました。いつもね、ほんと全然振動ないバイク乗ってるんで、余計そう感じちゃうかもしれないですね。シート触ってもらったら分かんないですけど、シートマジでふかふかなんですよ。そのシートの深さのおかげで、ケツは全然守られますね。ほんとケツは全然痛くない、ふわふわ。この CT125 ハンターカブなんですけど、売り文句が答えは自然の中にあることなんですよね。道なき道を行ったりね、ハンターのことができるわけですよ。分類するとアドベンチャーバイクみたいな感じなんじゃないですか。アドベンチャーツアラーみたいなね。後ろのスペースにたくさん荷物を持って、キャンプツーリングとかめっちゃしたくなりますね。いやマジでワクワクするバイクですね。実はこのハンターカブって7000回転で 8.8 馬力出るらしいんですけど、いつも中型バイクとか乗ってる人からすると 8.8 って大丈夫かと思うんですけど、今だいたい50キロぐらい、50キロ制限道路で流れてるんですけど、全然流れついていけますね正直。法定速度とかで走る分には全然問題がないと思います。走り出してみてね、ちょっとねきついなって思うとこ見つけました。アドベンチャー系のねハンターカブなんでね、いろんなダートの道とか道なき道を行くように設計されていて、低速取るとめちゃくちゃ強いんですよね。林道とかもスイスイ行けたらなっていうようなパワフルな走りを見せるんですけど、逆に走行中に一速に落とすと鬼のようなエンブレーキがあります。マジで鬼。あとねすごい面白いなと思うのが、やっぱりカブシリーズクラッチがないんですよね。クラッチがないっていうのはやっぱねすごくいいっすね。だってニュートラル入れずに止まってもエンストしないんですよ。皆さん見てくださいよ、今ね袋更新間違えて迷い込んでしまったんですけど、見ましたね。はい、でもさすがアドベンチャーバイク、これでもね軽いからねすんなりと U ターン切れるんですよね。おお、華麗な U ターン。これがね 125cc のいいとこですよね。いいところですね。軽いですからね。軽い、取り回しやすいと。しやすい。いやーでもね蓮くん、ぶっちゃけ欲しいねんけど、欲しすぎんねんけどどうしても買われへんねんな。なんでだ。1年待ちやからやね。ああ、1年待ちね。そう。いや、今からあらかじめ予約しとくっていう手はあるで。ぶっちゃけいつ入ってくるか分かんないから、うち予約取ってないよ、言われました。ああ、そうか。1個だけ問題があるんですよ。はい。やっぱね、ホンダのバイクなんで、なんだかんだ言っても、ほんとウインカーの位置が逆。毎回言うてますけどね。そうですよ。辛いところですよ、本当に。それはあれですか、間違えて本を鳴らすというふりですか。あ、いやいや、もうね、僕もホンダのバイク、いろいろ乗ってきましたから、なんだかんだ言って、鳴らすわけないじゃないですか。そんなわけないですよね。はい。そのふりをされてもしばらく右左折ないからできませんよっていうところなんですけど、いや右左折ないんでしませんよ。全然関係ないところでも今からガソリン入れていこうと思います。入れるときはね、まずねセンタースタンドを立てないと全然入れれないらしい。センタースタンド立てていきますと。でここにね鍵を差し込んで回して蓋を開けてこれを開けると。はい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 。でね、ガソリン入れるんですけど、ガソリンほぼほぼなめなめの量が入ってるんですよね。こんな感じですかね。はい、ガソリン金額44円と。はい、これねガソリン44円入ったんで帰りたいと思います。今回はねこんな感じでハンターカブ CT125 に乗ってみました、はい、このね動画がね少しでも参考になったよって方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。はいはい、またね、他もこういうの知りたいよってあれば、ぜひコメント欄で教えてください。はい。はい、じゃあね、この辺でお別れしましょう。はい。バイバーイ。